Hey, what's up guys? Richard from Gizmodo here. 皆さん、stay home. お疲れ様です。なんやかんや家で隔離生活を送るのも疲れますよね。そんな悩みを解決すべく、今日は最強の隔離生活を送っている宇宙飛行士たちの生活だとか、そのアドバイスを聞いていきたいと思います。まあ、彼らがどうやってその時間感覚を保ったりだとか、仕事とプライベートどうやって分けてるのとか、ストレスってどうやってマネジメントしてるのみたいなことを今日は紹介していきたいと思います。それでは、Stay home with me. Let's get right in. そもそも現代でいう宇宙飛行士っていうのは、だいたい国際宇宙ステーション ISS に行く人たちのことを指していて、 ISS っていうのは地上400キロのところを時速約2万8000キロでくるくる回る金属の箱みたいなものなんですけど、その中に閉じこもって少人数のクルーと一緒に最難関の仕事をこなし続けるプロ集団のことですね、宇宙飛行士っていうのは。彼らの朝はまず6時に始まります。で、この6時っていうのはロンドンに合わせた時間で、さっき言った通り地球をこう時速2万8000キロで周回してるので、朝日が90分に1回昇ってくるんですよ。で、1日16回ぐらい朝迎えちゃうので、それに合わせてたら人間持たないっていうことで、とりあえずロンドン時間に合わせて、で6時起きて仕事を始めるまで準備進めるんですよ。顔拭いたりだとか歯磨いたりだとか、まあ、シャワー浴びれないので布とかタオルで顔拭いて、シャンプーもこうやった後に布で拭いて、朝のいろいろな小さなタスクも無重力だと結構一苦労らしいですね。仕事はだいたい 6.5 時間とか8時間なんですけど、内容はほんと様々で、国際宇宙ステーション ISS の保全作業がまず第一にあります。それは火事みたいなものでフィルターの交換だとかいろいろ、あと無重力の環境を使った科学実験、これも宇宙飛行士たちが行います。で、たまに船外活動します。宇宙服着て出るやつですね、あれは危険なので結構最終手段的な扱いです。そういうまあ仕事いろいろあるんですけど、これ全部気を抜いて失敗してしまったりすると命にかかってくるので、最新の注意を払いながら全部やらなきゃいけないんですよ。だからストレス結構すごいと思います。最近宇宙食の開発が進んできて、割と味はいいらしいんです。なんですけど、どうしてもその粉物だとかパラパラ広がっちゃうもの全部ダメなんですね。塩とか胡椒とかも液状の塩と液状の胡椒があって、それをプチュってやって味付けして食べるみたいな。食事も一筋縄ではいかない。で、あと、まあ人間なので食べたら出さなきゃいけないですよね。排便も本当に大変で、宇宙だと出したその軌道のまままっすぐ飛んでいっちゃうんですよ。なので飛んでいった先にトイレがないと大変っていうことで、自分で狙わなきゃいけないんですね。で、そしたら空気の流れで流れていきます。水栓じゃなくて、いわば空栓みたいなトイレで、それで便をします。換気がいい場所じゃなきゃいけないそうで、っていうのも吐いた息は二酸化炭素の濃度が高くなってますよね。で、それって地球だと重力で換気勝手にされるんですけど、宇宙はそうはいかなくて、自分の吐いた息がそのままそこに留まり続けるんですよ。なので換気がいい場所に行かないといけない。そうするとまあ掃除機みたいにうるさいので、耳栓したりとか、慣れてきたら耳栓もいらないそうですけど、とにかくまあうるさい環境で寝袋にいながら寝なきゃいけないらしいです。ということで、宇宙飛行士こんな感じで、寝ても起きても死と隣り合わせの環境にいるんですね。で、その環境で仕事もしなきゃいけないし、プライベートも過ごさなきゃいけない。で、それを少人数のクルーと、まあ、密閉された金属の箱の中で過ごさなきゃいけない。そんな高ストレスな環境で最難関の仕事をし続けるパフォーマンスを保つっていうのはすごいことだと思うので、彼らのアドバイスを紹介していきます。まず一つ目が、スケジュールを立てるっていうことですね。スケジュールを立てると今日しなきゃいけないことを把握しやすいですし、そのスケジュールを家族と共有していれば家族との合間を取りやすい。あとリモートワークで家で仕事してる人はプライベートの空間と仕事の空間が分けづらいと思うんですけど、そうするとそのごっちゃになってきちゃうんですね。で、疲弊してしまう。なのでまあ時間で区切るっていうことが大事で、仕事する時間とプライベートの時間を区切る、これがスケジュール立ててできればいいですねっていうこと。二つ目がプライベートを堪能するっていうことですね。そうするとまあ心の平穏が保ちやすい。これまで時間があればできるのになと思っていたことは、もしかしたら今チャンスかもしれないですね。三つ目、コミュニケーションを意識するです。家族だとか誰か同居人がいる環境だとちゃんと意思疎通しないとトラブルが発生しているので、そこは効果的にコミュニケーションを取りましょう。4つ目が、これらをルーティンとしてちゃんと継続することですね。で、そのためにはなぜこの隔離生活を送っているのかっていうことを意識すると長続きさせやすいそうです。僕らの場合はコロナの拡大を止めるため、まあ、家にいれば自分の命を守れますし、自分の周りにいる人の命を守れる、結果的に今世界中の命を守っているということなので、命を守ってるなという思いで家に居続けることが大事ですね。そうするとまあそういう大義があるので長続きさせやすいはず。あともう一つが継続に苦しいのが、日記をつけること
この歴史的な状況じゃないですか。その時に思っていたこと、感じていたこと、見たことを記録に移す、その作業だけでも隔離生活が続けやすいっていうのもあるんですけど、その時に思っていたことを後日読み返せるっていう面白さもあるので、ぜひやってみてはっていうことですね。はい、ということで以上4つのポイントが宇宙飛行士のアドバイスです。ぜひ実践してみてください。 I think that's it from me. Stay home and stay sane. See ya!